はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドロス長谷川です。スターウォーズバトルフロント2マルチプレイやっていきたいと思います。今回使うのねファズマ、キャプテンファズマが意外と強いんじゃないかっていう。まあ広々においてはかなり強いんですが、このねバトンストライクがね当てやすくなったおかげで、まあ吹っ飛ばなくなったんですが当てやすくなったんですよ。これがね強い。なので今回はこれを使って、よいしょ、さそこでビリビリさせておいて、この一撃目がね少し前に出るようになったんで、すごい当てやすいんですよね。ザーッ、ちょっとみんなに私のパレットにも頑張ってもらって、はい、まずはヨーダを撃破。次はルーク、ルークやった。あ、二人とも正座してる。うん、わびさび。さあ次は誰を守りゃいいんだ。標的をマーク、レイカ。このタレットをね持ち運べたらいいんですけどね、オフィサーみたいに。おい、おじいちゃんが痛い。さあ3撃目を当てるっていうのがあるからね、当てらんねー。よいしょ、おい。さあ私なので、ここはうまく逃げながらタレットに導くか。幸い追っかけてきてくれてるからね。はい、おいしいとこ取り。バトン当てたいな。お、いた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 、バトンの格好の獲物が。よいしょ、いてて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 て、よいしょ、ほっ、おい、ほらアシストになっちゃったけど、うまく今当たってましたね。これでもまあギャラクティックアサルトで使えるかは分かんないけど、かなりいいんじゃないか。お、あたしとやろうっての。おい、よいしょ、おい、やっぱ吹っ飛ばないっていう、やっぱ大きいね。はい、さあこれがファズマや。次はランドか。よいしょ、こちらのバンサ、よいしょ。さあタレット、おいでタレットルークが落ちてる。さあ来い。警戒してるね。そろそろスタミナがやばいんじゃないか。オッケー、さあオッケー、パレットのダブルコンボでね。やべ、あーでもそこには、あー、タレット通り過ぎたか。私のビリビリタレットがあるぞそこ。おい、よいしょ、爽やか。お、今3撃目めちゃめちゃ伸びてったな。おい、近づいていくと思ったか。いた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 、そ、女の嫉妬を買ってしまった。オッケー、さあ次は私か。かわいそうだな、なんか一方的すぎる。次ハンソロのような気もするけど、よいしょ、さあ来た、よいしょ、おい、3撃目当てらんない。さ、やばいやばいやばい、え、味方誰もいないんだけど。いた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 、キャプテンファズマはどこにも味方がいなかった。さあって、ハンソロか。おい、2、まあ普通に振るとその場でブルブル振るだけなんだけど。私は優しい方法だ。よいしょ、おい、2。あれ、これ伸びないな。さっき無難であんなめちゃめちゃ伸びたの。痛い。さあタレット2回、ファズマタレット2回。
ッケー。どこだ、上か。カイロレンと一緒に行こう。味方はベーダー。さあ後ろからハンソロが孤立しちゃってるぞ。これは当てられるチャンス。よし、この3撃目を当てるっていうあれがあるんですよ、実績解除でね。3撃目を当てて倒すみたいな。こんなんむずいです。よいしょ。時たまその場でぐるぐるやっちゃうな。結構前方にグイッと伸びて振り回すんだけど、爪楊枝を。時たまその場でやったりするんだよな。これまたよくわからん。はい。レイがあっちか。こっちに来るかな？来ないね。こっちに来るんだったら、不意打ちのセントリーで。ギャンブラーは始末する。あ、やっぱ伸びる。3撃目で、よし！3撃目は吹っ飛ばし効果があるのかな。ちょやめてください。よし、よいしょ。おい、これがバトンストライク。さあラスト3、どっから来るかな。なんかもう全方位に100人ぐらい敵いるんじゃないかっていうぐらい反応あるんですよ。はい、さあおいで。さあそろそろスタミナがやばいんじゃないか。こっちももう終わった。スタミナがなくなってました。はい、くそ、私の爪楊枝ではあったい。よいしょ。いやお前ターゲットになるんかい。あ、私もお互い様でした。さあ OK、 バズマに勝てると思うな。対ヒーロー戦において最強。さあビリビリしてもらって。そう、え、これ何、え、何今の。そう、え、これ何、え、何今の。遅延効果があったんですけど。え、スタンド攻撃、それともフォースの力かい。どういうことだ。まあでも勝てる。ギャンブラーか、クズで。すごいランドの悪口言ってる。ギャンブルとかやんないんですかね、バズマは。パチスロとかやんないのか。ちょっとやめて。よいしょ、3撃目当たったかな。いてさあよし、レイヤーつけて。さあラス1、ラストは私、バズマでございます。どうだ、ハンソロっぽい気がするな。やっぱりか。さあ今カルリジアンがいたよね。ちょっとやばい、すげえ囲まれてる。ああいう時本当勘弁してってなるよね。リスポーンした瞬間にもう敵に囲まれてる。リスポーンっていうか選ばれた瞬間にもうボコボコにされてる最中。最後はバトンで倒したい。バトンで来ました。めちゃめちゃ綺麗に決まったな。さあということで今回はキャプテンファズマを使ってみました。皆さんもぜひ広々使う際はね、ライトセーバーも実使いたくなると思いますが、アイデンとかね、ファズマも使ってみてください。では次回もお楽しみに。チャンネル登録までの方はぜひともお願いいたします。ではまた。